クラピカアイドル予備校シーズン2。さあ今回も始まりました、桜塚アイドル予備校シーズン2。講師を務めます桜塚役くんです。ねえ、いろいろお騒がせしておりますはいはいはい、まあね、いやでもね、いろいろお騒がせしましたけどね、あの今ここにいるってことはですね、あの全く何もないということでね、はいはいね、これからちょっとみんなも不安だったかもしれないけれども何も問題ないんでね、はい、楽しくいきましょうね。はい、というわけでついになんと君たちのユニット名が決まりました。桜塚やっくんプロデュースユニット名がついに発表です。ユニット名はズバリ桜塚やっくん命名のユニット名はこれだ、チャーチ。チャーチに大決定。ね、チャーチってどういう意味かわかる？神社じゃなくて教会。神社ついにこの曲が流れましたね。これ君たちのユニット名ですからね。いやいや、いい曲じゃないか。いい曲だね。なんとね、このチャーチのメインボーカルも決定しましたね。人気投票の結果、メインボーカルに選ばれたのはなんと、人気投票の結果メインボーカル発表、ケリー。なんとメインボーカルは中谷ケリーに決定。これ大丈夫なの？ちょっと、これ本気で本気で思ってますよ。あたり意外と大丈夫。え、なんか全力で支えます、まあ、最近はね、科学が進歩しますから音程が全部ずれて全部直せますからね。いやね、ちょっと、いや曲聞いてね、ちょっと正直予想以上の出来栄えにですね、あたり感動しまして、リアルな意見で嬉しい、まあおかげさまでこんな素敵な曲作っていただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。ね、チャーチというのはですね、今回、はい、あの教会という意味ですね。あのやっぱりみんなもね、そろそろ結婚したいんじゃないかなと思いまして、はい、そういう結婚式場でね、あの活躍できるようなね、うん、はい、それではね、アイドルのプレゼンコーナー行ってみましょう。今回の特別ゲスト講師は音楽プロデューサーの今西和明さんです。さっきからダンディーな方がいらっしゃってますから。今西さんどうも、はい、今回作曲は、まあ、あの作家に頼んで、はい、あのカップリングの方はちょっと詩の方をちょっとやりましたけども、でも曲は、はい、はい、やっていただいて、はい、ポップですごいいいですね、はい、ありがとうございます。今西さんはプリーズやブローのボーカルとして活動し、ね、現在では音楽プロデューサーとして活躍しておりますね。過去に朝香優衣さんや森下千里さんなど多くのアーティストのプロデューサーをされて、そして今回桜塚アイドル予備校のユニットの音楽プロデューサーをお願いしました。どうもありがとうございました、はい、いや、ね、どうですか、あのプロの目から見て、はい、実際この子たちの原石っぷりはどうですか。はい、あの最初ですね、はい、メインボーカルがケリーちゃん決まったというのを聞きまして、そうですよね、あのこの番組は本当にガチンコで人気投票してんだなと。あ、なるほどね、びっくりしました。びっくりですよね。もっと大人の事情とかないのかとか本当ですよね、はい、というわけで今回は今西さんをゲストにお呼びしてコーナーをやっていきますね。では今西さん、お題の発表をお願いします。はい、このユニットのキャッチフレーズを考えてもらいます。アイドルのプレゼンコーナー、このコーナーではチャーチのキャッチフレーズを考えてもらいます。1位になった人にはアピールタイムをプレゼント、ビリの人には罰ゲームがあるので頑張っていきましょう。さあユニットのキャッチフレーズを考えていただきたいんですけれども、それではね、もう考えついたみんな、はい、それでは早速発表していただきましょう、うん、まず、はい、やりたい人、お、はい、マリア、はい、それではチャーチのキャッチフレーズです、どうぞ。じゃん、世にも奇妙なバラエティパックです。世にも奇妙なバラエティパック言いたかわかんない、一体これは何なんでしょう。はい、なんかもう前代未聞というか、みんな前代未聞前代未聞ですよね。いや急にドカーくんだったなんだ世にも奇妙なバラエティパック、うん、いいんじゃないですか。あ、でもなんか面白い、気になる、はい、どうですか、うん、何よりもマリアンヌが奇妙なって漢字を書けるところがすごい。はい、じゃあ次
お願いします。お、はい、おいで。はい、はい、じゃあめぐみちゃん、はい、このチャーチのキャッチフレーズをどうぞ。はい、なんてったってアイドル。パクリじゃねえかこれ。しかも歌っちゃってるしもう。今さらじゃんみたいなことないこれ。いやなんかでも確かにちょっと時代がね一周してありなのかもしれないですけど、ストレートで、うん、はい、ありがとうございました。さあ、はい、まゆちゃん、ね、はい、チャーチのキャッチフレーズどうぞ。はい、みんなに笑顔を届けるハピハピリングっていうのはですね、と 歌詞にハピハピっていうのがあって、うん、すごいなんかみんな楽しそうにその時レコーディングの時にすごいハピハピって感じですごいなんていうのかな、楽しそうに歌ってたからなんかちょっと活用したいなと思って、うん、ハピハピリングで、ハピハピリングとはどういうこと。リングは、リングはあの教会っていうかあの結婚式場でやるっていうことなので、うん、なんかそのつながりみたいなをちょっと入れて、みんなに笑顔を届けるハピハピリング、ちょっと可愛い系にしてみました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか今のは。なかなかあのなんか大人の事情も考えたような、ね、いいネーミングですよね。いいですよね。さあ次どうぞ、はい、それではチャーチのキャッチフレーズどうぞ。ファンと進化を続ける未完成アイドル。おー、これはまあうちらが人気投票で決まったっていうのと、うん、あとうちらは初めて出会って、まあ、こっから何回かっていきなりユニットになってっていうんで絶対未完成だと思うんですよ、うん、だから一緒にファンの人と続けれたらなと思って。なるほどね、ありがとうございました。今のはどうでしたか、ちなみに。うん、なんか未完成アイドルっていうのがなんかこうちょっと秘密兵器っぽくていいですよね。それでは次チアキングどうぞ。はい、さあチアキングが考える、ね、チャーチのキャッチフレーズはどうぞ。バダン、ダダスコ娘、セブンスターガールズ。なんで、うん、これはどういうことなんでしょうかね。これはもう説明してもらいましょうね。お父さんが先にユニットのそのキャッチフレーズ考えてくれたらこれが送られてきたんです。ドスコの意味は全くわからないんですけど、セブンスターお父さん知ってて、うん、で、いや考えるのが7人でしょ、私たち7人なんですけど、そこから選ばれた星って5点でしょ。あ、頭いい。選ばれた5人、あ、女子だぞ。今井さんどう思われますか。お父さんに一回電話していただきたい。そうね、多分お父さんに聞いた方が早いんじゃないかな。そうですね、はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、チャーチのキャッチフレーズどうぞ。愛は届けるもの、ワンフォーオールアイドル。フォーがもう確実にかけなくてもフォーってごまかした。実はこれはちょっと、これはちょっとまた意味がある、意味がある。うちらは、まあ、まずまあ、出来たてほやほやのアイドルということで生まれたてで元気なんで、うん、まあ、フォーみたいな元気さもある、うん、でも、まあ、なんせバラバラな子たちなんで、あの一人一人はいいんですけど、まあ、みんなのことを思ってとか、成長していくためには、みんなで協力して一人が OK でもダメだと、うん、みんなで頑張っていこうという私の気持ちもこもってるんですけど。なるほど、これどうですか今井さん。でも大人っぽいし、そのフォーっていうところにちゃんと意味があるのもいいですよね。元気さを、うん、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ケリー、じゃあケリーメインボーカルケリーが考えるチャーチの、はい、ね、キャッチフレーズどうぞ。はい、超個性派新感覚アイドル。はい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 、新感覚、どこが新感覚なんですか。多分いろんなアイドルさんとか今いると思うんですけど、うん、多分一回見たら同じグループはないなって思ってもらえるようなグループだと思うんですね。はい、ですごい超個性派っていうのももちろんそうですし、一回かじったらやみつきかもよみたいな。いやいや、いや、そういうのか、そういうのか、そういうのか、書いてないこと言っちゃった。はい、というわけですね、この後は結果発表に行ってみたいと思います。はい、桜塚アイドル予備校まだまだ続くよ。アヤナチュールミーツファーストクラスティアラ、極上のきらめき、極上の装い、あなたのためにかける魔法、アヤナチュールザ・ベルクラシック。
私らしいウェディングベルビーグループ。さあそれでは結果発表ですね。結構いいのありましたか。そうですね、ねえ、はい、いやこれはもちろん1位になったらですね、もちろんアピールタイムがありまして、ビリになったら当然のごとく罰ゲームがございますので、ね、はい、ね、ちゃんと1位とビリもよろしくお願いします、はい、それでは発表お願いします。ですね、マリエちゃんとミナミちゃんの2つがいいと思ったんですけども、ちょっと2つを足しましてですね、はい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 、愛を届けるハピハピリングっていうのにしまして、はい、かっこ仮、あで、はい、かっこ仮、ずっと入れとくんですか。わかんないですけど、はいはい、でまあ優勝なんですけども、はい、まあ、2人から取らせてもらったんですけども、今日のところはマリエちゃんに。ハピーハピーリングっていうワードはやっぱりね、この彼女からしか出てこないですからね、うん、ありがとう、いいと思いますね、はい、はい、一番だった、ね、マリエちゃんにはね、はい、あのファンへの、ね、アピールタイムが与えられますんでね、はい、はい、そしてビリの発表です。どうぞ。チアキングのお父さん。お父さん、ね、ちょっとね、あの今回チアキングは罰ゲームとしまして、はい、顔面にですね、はい、ちょっと待って、本当にこの後チアキングの顔が大変なことに。その前にここでしか見られないリハーサルを大公開。こっち見ながらこう入れちゃうとあんまし見えなくなっちゃうから、はい、もう本当にトン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 でこう見るだけでいいや。今回ダンス講師を務めてくれたカートさんはユニットジーンズで活躍中です。カートさんに振り付けに関して聞いてみました。まあ、ダンスそれぞれ、ね、アイドルだったらもう5人みんな個性があるんで、まあ、一番難しいのは揃える場所と個性を出していく場所を意識しないと。だから仲間としてライバルなんだけど、一人がみんなの夢を背負う仲間でもあるんで、それをピシッと合わせるところと、お互いのキャラを壊さずに自分を出すところを、そのメリハリをつけて、あとやり込んで頑張ってお客さんにハートを届けてください。カートさん、ありがとうございました。さあ、というわけでね、スペシャルゲスト今西さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに一言、はい、見捨てないでくださいね。もちろん、はい、では今回の特別講師今西さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ですね、まあでもね、キャッチフレーズも決まってね、気も引き締まったんじゃないかなということで、はいはい、頑張っていきましょう。終わった。はい、はい、後ろの2人もね、この前の5人を精一杯サポートしてちょうだい。終わった。はい、はい、というわけでね、次回も立派なアーティストになるためにみんな頑張りましょう。はい、はい、というわけでチャーチのデビューシングル PV を初公開、ね、エンディングテーマとして今月から流れるのでみんな見てね。はい、じゃあ今日はここまで。ゴレキリツレ、ありがとうございました。グダグダだよ。そう、笑い方変なんですよね。やばい、楽しみです。はい、カメのあたりなんですけれども、はい、神のタグ書いても、はいって言われて今に怒った時ね、カメの視聴者プレゼント、漫画喫茶ジャミンさんより研修医7個全巻を1名様にプレゼント。住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、こちらの宛先までご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。